はい、どうもしゅうてぃです。はい、本日はですね、ちょっとね、困ったことがありまして、野球やるときって、野球道具とかいろいろ持ってくじゃないですか。その時に、ショーヘイズっていうね、チームを作ってるんですけど、ボールとか、ヘルメットとか、防具とかいろいろ道具をね、運ぶじゃないですか。その時に乗り切れない、カバン入りきんないっていうのがあって、で、今こういう風にね、カバン背負ってカートをこうね、こういう感じでやってるんですけど、グローブ何個かと、スパイクとかヘルメとかあったりして、ここにカメラの機材とか入ってるんですけど、三脚とか入らないし、3本あるしね、入んないし、バットも、1本ありますけど、もう2、3本あるんですけど入んないし、で、野球のボールとかね、ボールケースとかも入んないんで、めちゃめちゃ困ってるんですよ。そしたら、まさかの救世主がね、とあるいいアイテムがあるということで、もらいましたんで、それをご紹介します。それがこちら。どうもダメです。あれ、君だっけ。いや、よだれ超痛い。よだれ超今喋ってとったんで、よだれがここにめっちゃついちゃったけど、もう事故し、これちょっと今スローで流そうかな。ダメです。汚な汚な、はい、というわけで、これはオイくんなんですよ。で、今ちょっとピンチヒッターで今やってくれてるんですけど、オイくんからこのフィールドフォースさんの大きいバッグを、いただきました。なんか倉庫で眠ってたらしいんでもらっちゃったんですけど。使ってなかったんですか、これ。本当に荷物が多いんですよ、マジで。そうですね、どうも、足元になります。これ、2種類あるんですよ。M と L、はい、これ L っす。 L っすよね。そうっすね、はい、で、自分めちゃくちゃいいんですけど、車に入んないんですよ。後ろ見えなくなって、ちっちゃいからね。そうっす。で、翔平さんのでかい車だったら入るんで。確かに、それは翔平なので、ちょうどいいかなと思って。なるほどね。これ結構入りますですよね。てか、三脚とバットが入りますだよね。そう、でかい。本当に今ここにあるやつ中で、グローブ入れたいし、はい、バットも入れたい、三脚も入れたい。三脚3本あるし、僕はヘルメットとかあればね、自分のヘルメットもあるんで、入れたいし、それ入れればだいぶここ楽になって、入れない可能性もあるし、他のちょっとしたボールケースとか、はい、ちょっと乗せて、これとこれとこれで、こう 2個で、こういう風に商品だ。そう、そうすれば車からグランドまで1往復ですんで。そう、今自分 2.5 往復なんで。いや、本当よ。荷物多すぎる YouTuber っつうもんは、はい、ね、あと夏なんでドリンク系が。そう、ドリンクもそう、多い、はい、多いよ、本当に。でもショーヘイズの時は、これが必要ですけど、はい、実際に、自分の試合とかは、これ1個と、これだだけだったんですよ。で、十分だったんですけど、これ今タイヤがちょっとおかしくなってさ、修理このタイヤ回んなくなってくるんだよ。そう、ちょっとそれで動きづらいっていうか、重たいんですよね。はいはい。なんでこれね、めっちゃ良かった。これめっちゃいくよ。楽っすね。めっちゃ楽っすよ、これで。これ引っ張って、引っ張って。まあ、タイヤでかいから安定感はあるんでしょうけど、重たいのよ、これ。これマジで重たいのよ。これ超軽いから。結構長く使ってますよね。長い。もう2年、3年ぐらい使ってますんで、本当にこれ欲しかった。よかった。はい。なんで、これから使わせてもらおうと思います。はい。はい。フィニードホースさんでね、一応購入できるんで、ネットの、サイトの方は、リンク貼っておきますので、マジでこれいいんで、こんな感じで、今回は、急遽ね、大井君からもらっちゃったということで、使ってください。はい、使います。で、今度、動画の方で、別の動画で、この荷物を入れてみたって動画とか、撮ろうと思うんで、また出しますんで、お願いします。はい、ありがとうございます。はい、というわけで、本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、おっしゃ、おっしゃ。はい、こちらをプレゼントいたします。1万人行った時用のプレゼントとして、デサントの内野公式用になります。視聴者の人はね、公式やってるから軟式グローブもらってもしょうがないって人が、そうそう、多いと思うんですよね。で、しかも僕あえてこれにしたのが、カラーリングも高校生使えるカラーリングなので、あえてこういうのを買ったっていうのもあるっちゃあります。まずは1万人達成したら、そうです、 OK。 この動画なり、いろんな動画にデサントのグローブ分かるように、デサントのグローブ欲しいです。デサント、今並行してモンタナさんの現代モデルも、8000人のやつなんですけど、まだモンタナさんの方の登録も終わってはいないので、デサントのグローブ欲しいです、
そうです、そうです、現代黒星です、はい、両方でもいいですよ。そうですね、はい、コメントしてもらえて、はい、でまた一番に達成した時に達成しました動画っていうのも出るとは思うので、はい、まあ、そちらに再度やってもらえるような形です、まあ、常に動画から見ていただいて。そうです、はい、いつ発表するか分かんないですよ。そうですね、いつ一番に行くか分かんないんで、僕らのインスタとかツイッターもね、はい、結構いろんな情報、裏情報とか、はい、突然ゲリラプレゼント企画とかやっちゃうと思うんでね、はい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 、登録しておいてもらえればいいかなと思います、はい、そうです、お願いします、はい、革自体もいいグローブなので、今回もね、あの前回も僕は高校生向けなプレゼントだったので、今回もちょっと高校生とかぜひ、たくさんの応募お待ちしております。はい、現在翔平 TV プレゼント企画開催しております。モンタナスポーツのインスタフォロワー3000人達成で源田モデル7式をプレゼント。現在チャンネル登録者数9000人突破、皆さん本当にありがとうございます。まだまだこれからですが、1万人を目指して頑張っていきます。1万人達成したらさらにプレゼント企画を開催します。皆さんの応援よろしくお願いします。ありがとうございました。本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価、よろしくお願いします。それでは、ありがとうございます。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様、チャンネル登録はお済みでしょうか？チャンネル登録1万人まであとちょっと。頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。We'll be right back.